シャルル・トレネは、フランスのシャンソン歌手、作詞家、作曲家。優しく軽やかな歌声と、パフォーマンスで、歌う狂人と称された。ブン、ラメール、詩人の魂などトレネの曲は、彼自身のみならず、後の多くの歌手たちによって、世界的に歌われている。トレネの生まれ故郷、ナルボンヌ。サンジュスト教会近くの家の壁に、詩人の魂の歌詞が書かれている。 南フランスのナルボンヌ生まれ。父リュシアンは交渉人でバイオリンを弾いた。母がハープ、兄がハープシコード、おばがピアノをたしなみ、土曜になると自宅の居間で演奏会を催し、近所の人たちから音楽一家と呼ばれたという。第一次世界大戦で父が招集を受ける。ドレネは、 ベジエの学校の寄宿生となるが、父が1919 19年に帰ってきた頃には、母親が別の男と親しくなっており、両親は離婚。2年後、トレネは、父、兄と共に、ペルピニャンに移った。この地に、父の友人で詩人のアルベール・ボージルがいたことで、トレネは、大きな影響を受けた。トレネは13歳で死を投稿し、 15歳で初めての詩集を発表している。1928年、再婚した母親の招きでベルリンに向かい10ヶ月間滞在する。この頃トレネは祖父やおじ同様に建築家になることを目指しており、ベルリンで製図を勉強した。しかし、ジャズに魅了されるようになり、母親の再婚相手であるベンノビニが所持していた蓄音機でジョージガーシュウィンの ラプソディー・イン・ブルーを繰り返し聞き込んだ。ペルピニャンに戻り、ボージルの下で試作に励むうちに、建築家志望の気持ちは失われた。1930年、トレネ17歳の時、ボージルの勧めに従って、パリに出る。ボージルの紹介により、トレネはパテ映画会社、ジョアンビル撮影所の女子兼小道具係として、働くことになり、夜は、モンパルナスのカフェや、 ミュージックホールに出かけた。トレネはこの地で、ジャンコクトーや、マックス・ジャコブラと交友を結ぶ。シャルルとジョニー1932年、トレネ・ハババンにあった、キャバレー、カレッジ・インで、ピアニストのジョニー・イエスと出会い、二人はコンビを結成する。S は、トレネより一歳年下のスイス出身で、昼間は学校に通う傍ら、夜はピアノを弾いて生活していた。 一年間準備し、1933年12月に、パラス劇場で、シャルルとジョニーとして、デビューを果たした。しかし、4日目の公演の際、幕開きの会場がざわついていることに気分を害した。トレネは、出演順の変更を主催者に申し入れ、これが聞き入れられなかったことからステージを放棄してしまう。このために、しばらくの間舞台から遠ざかった。 それでもナイトクラブ、フィアクルで、再び採用され、2匹のロバ劇場に移った頃には、人気を呼んで、劇団と共に、地方巡業に出かけるほどになる。二人は、お揃いの赤いジャケット、白い解禁シャツと、パンタロンといういでたちで舞台に立ち、若者のアイドル的存在となった。シャルルとジョニーは1937年に、トレネがにくまで続き、 パテレコードに18枚、グラモフォンに1枚の SP を残した。その後、トレネは、ソロとなり、S も、また歌手、作曲家として活躍した。ソロデビュートレネの曲を歌ってヒットさせた、モーリス・シュバリエ・トレネが1937年から、入隊中に、当時人気絶頂だった、俳優、歌手のモーリス・シュバリエが、カジノ・ド・パリで上演していた。 グランドレビュー、陽気なパリにおいて、トレネ作詞、作曲による、喜びありを歌い、大当たりを取った。これは、シャルルとジョニーの頃からトレネに注目していた、楽譜出版社のラウル・ブルトンが、シュバリエに持ちかけたもので、シュバリエ自身は、死の突飛な内容に難色を示したが、ミス・タンゲットの指示により歌う気になったという。除隊後、トレネは、 ブルトンと一年間の専属契約を交わし、アベセで歌うことになった。アベセの初ステージは1938年3月25日。トレネは3曲歌う予定であったが、熱狂した聴衆のアンコールは鳴りやまず、結局8曲歌った。この結果、ステージの鳥を歌うことになっていたリスゴーティガワリオク。 形となり、呼び出されたトレネは解雇も覚悟したが、待っていたのは、契約条件の改善だった。こうしてトレネは、人世にして、スターダムにのし上がる。歌う狂人の命名はブルトンによるもので、トレネが、まだ兵役についていた頃に、夜間外出し、頭髪を剃り落とし、軍服とも平服ともつかない奇妙な格好で、街のホテルに現れて歌う姿を指していったものである。 このため、トレネは、規則違反で、禁固刑にされたこともたびたびあったが、その間に作詞、作曲に専念したという。その後、トレネは、自身の主演、脚本になる2作の映画を立て続けに発表する。このうち、輝ける道のために作詞、作曲した、文が1938年度ディスク大賞を受賞した。また、私は歌うには、 トレネに影響を与えたアルベール・ボージルが壊れて参加している。1939年9月、総動員令によってトレネは、再び軍務に就く。しかし、歌手としてすでに名の知られたトレネには、各地で異文賞を挙行して回る任務が与えられた。この異文団で知り合ったギリュ・パエールは、トレネのピアノ伴奏者、楽団リーダーとして1975年のトレネ。 引退まで関係を保った。1940年6月13日にドイツ軍がパリに入場した時、トレネはニースにいた。除隊されたトレネはジュアン・レパンの別荘に一旦逃れたが、パリに戻ることを決意。1941年2月にアブニュー劇場のステージに立った。この頃、トレネがユダヤ人であるという噂が出て、 これを打ち消すのに奔走させられたという。同劇場でトレネが歌った、有識フランスは、一般のフランス人のみならず、レジスタンス運動に加わっていた人々の愛聴曲となった。占領下のパリで、トレネは3本の映画、パリのロマンス、フレデリカ、サラバ、レオナールに主演している。この他、以下の曲も作られた。1944年8月、 パリが解放されると、トレネは、バグダッドに一週間連続出演して、聴衆と喜びを分かち合った。トレネ引退ステージとなった、パリオランピア劇場、トレネには1939年10月から、世界公演の予定があったが、戦争によって延期となっていた。戦後約10年間、トレネは、アメリカ、カナダ、南米各国を公演して回り、彼の歌と曲は、 世界的にヒットする。1956年には日本公演も果たした。1961年には3月と10月の2度に渡ってエトアールでワンマンショーを開催。1963年には第一次世界大戦中の殺人鬼として知られたアンリ・デジレ・ランドリューをテーマにしたランドリを発表して話題になる。1967年。 長年コロンビア所属だったトレネがバークレーレコードと契約し、往年のヒット作と1960年代の新作を集めたアルバムが同年度 ACC ディスク大賞を受賞した。1971年には15年ぶりにオランピア出演。1972年にはインド、オーストラリア、アフリカ、カナダ、北アメリカ各地で公演するなど、 世界的人気を博したが、1975年に引退発表した。この時トレネは次のように語っている。青春の行き着く先は老廃。身を引くのは充実している間にするのが望ましい。40年間、シャンソンにすべてを捧げてきたが、他にしたいことが山ほどある。例えば旅行とか、読書とかね。それにそうだ。 何もしないこともしてみたいものだよ。1975年4月、オランピアでのリサイタルが公式の引退ステージだったが、実際には、海外での、さよなら公演が1979年11月まで行われた。この間、1977年4月のブールジュでの、シャンソン祭典にも参加している。しかし、1979年に、母親が亡くなると、 これに衝撃を受けたトレネは、世間との接触を避け、半ばイント遁ン生活を送るようになったという。1981年に、トレネは、新婦を発表したが、ステージに立つことはなかった。1983年、カナダのジルベール・ロゾンは、さよなら公演の名目でトレネを招いた。ロゾンは、トレネの現役復帰に情熱を傾け、 トレネを説得して彼のマネージャーにつく。トレネが本格的に復帰したのは1987年、シャンゼリゼ劇場の公演で74歳の時である。1988年、トレネのソロ活動50年を記念して、12月17日から31日にかけ、シャトレザで11回のリサイタルを催す。翌1989年には、ニューヨーク、 ロンドン、モントリオール、東京各地で公演する。パリに戻ると、10月17日から1ヶ月間に、渡って、パレでコングレでのリサイタルに出演した。1992年には8年ぶりのニューアルバムを発表した。この頃トレネは自らを25歳と称し、アーティストがステージを降りるのは、観客に見放された時であると語った。 1999年11月、サルプレエールでの公演が、トレネ最後のコンサートとなった。その後、トレネは、脳梗塞の発作を起こして倒れ、一旦は回復したものの、歩行障害が残った。トレネは、コンサート数日前に次のように語ったという。私のショーに来ていただいた皆さんは、私の葬儀に欠席しても、よろしいですよ。 2000年10月25日に、シャルルアズナブールのコンサートプレミアに出席したのが、トレネが、公の場に姿を見せた最後となり、2001年2月19日、脳卒中のため87歳で没した。特に記さないものはすべてトレネの作詞作曲による。ありがとうございます。